ケツアルテナンゴは、グアテマラ南部の内陸の都市。グアテマラシティに次いでグアテマラ第二の人口を持ち、ケツアルテナンゴ県の県都である。2000年、の人口はおよそ25万人で、人口の50%は、先住民、49%はメスティーソ、その他が1%である。海抜2333メートルの山中の谷に位置する。スペインにより、 植民地化される以前には、シェイラフーという名のマヤ人の都市であった。シェイラフーは、マヤ語で、銃の山のそばを意味する、ジーロッジノイから来ている。スペインによる、植民地化より300年ほど前に、町が存在していたが、植民地化以後現在の名、ケツアルテナン語で呼ばれている。1520年代に、コンキスタドールのペドロ・デアルバラドが、マヤの支配者、 テクンウマンをこの土地で敗北させた。ペドロデ・アルバラドは同盟者だった中央メキシコの部族の言語であるナワトル語の名ケツァルテナンゴをこの町の名とした。これは一般にはケツァールの場所を意味すると考えられているが異説もある。1838年から1840年まではケツァルテナンゴは中米連邦構成国の一つ、ロスアルトスの首都であった。 中米連邦の崩壊時に、ケツァルテナンゴは、ラファエル・カレラ率いるグアテマラ軍に征服され、グアテマラの一部となった。19世紀に、コーヒーが作物としてこの地方一帯に導入された。ケツァルテナンゴは、コーヒーの栽培と集産地として繁栄し、市外には、ベルエポックのヨーロッパ風の建造物が、今もなお多く残る。現在は有名なアンティグアに次いで語学学校の多い。 町として知られており、またアンティグアよりも物価が安いこともあって、外国人が多い。また長期滞在している、欧米人バックパッカーなどの姿もよく見かける。ありがとうございます。